速フォールアウトしていきましたので、その間にもう一組やりますので、その選手たちが打ち終わってからこれティーショットになるでしょう。石川遼、これ今日最後の18ホール目になるわけでね、まあ、4日間のトーナメントで72ホールですが、それぞれやっぱり1日目そして2日目に向かう、こう節目節目の最後のホールというのはそれなりの意味があるでしょうね。そうですね、そうやはりここの18番はしっかりパーセーブしてですね、やっぱり明日につなげたいところですよね。これをボギーにするとやっぱり明日もかなり辛いですね。15でも素晴らしかった、17番でもドライバーは素晴らしかった、ここも期待しましょう。フルスピードとしてはそんなに高橋さん無理しないですね、はい、7、8分の力で振ってくるでしょうね。なるほどね、いかにフェアウェイをキープするかという、うん、そうでしょうね。でもやっぱりこう選手としてはセカンド少しでもワンクラブでも短く打とうという気持ちが出てくるといろんな動きが出てきますからね。いい感じだけど、左フェアウェイですね。やべ、あー左サイドからちょっと大丈夫、ファーストカットですね、はい、しかしバンカーのすぐ脇、脇ですね、ちょうどフロントエッジから170のポイントの横ぐらいですね。池田優太のティーショットになります。池田選手の仕方っていうのはもう飛距離よりもなんか正確にこうまっすぐまっすぐ打とうっていうのが見えますね。ボールの下側じゃなくてボールの上を打っていくような感じが見えますけどね。少しシャットフェースでこう抑え目低めのボールを打つタイプですね。そんな感じですね、はい。ヒールに当たったんですかね。しかしフェアウェイではね、はい、キャリーで260ヤードという上井選手でした。まあ、3人ともそれぞれ特徴が違ってね、はい、見応えのあるティーショットですね。ヘッドスピードが出ました。こういう数字です。キャリーが池田選手はですね、ボールの真横に当てることを一生懸命やってましたね、はい、で石川選手はボールの下目でこう球を上げていく、こんな感じに見えますね。最終的なディスタンスも表示してありますが、で今度はですね、池田選手がちょっとシャットフェイス気味に低い球だって話が皆さんからありましたから、はい、弾道をご覧いただこうと思います。これが石川遼、球の高さが結構変わってくると思います。ちょっと低めになると思います。あー違いますね、はい、球の当たり場所が違うんですね、ボールの下行くと上がって飛距離が出るんですね。これちょっとヒール目で、はい、今のはちょっとミスでヒールに当たってるからちょっとこう右に行ってるんですけどね。本来はまっすぐのライン、はい、ちょっと横の回転が入ってるような感じになってしまったんですね。はい、ですからボールの下側にこうフェースを当ててこう持っていくとですね、はい、スピン量が減るんですね。それで飛ばすのと、うん、池田選手の場合は下からじゃなくて真横に当ててるんですね。ちょっとヘッドの入り方を見てください。ボールの下に最下点来て、それから上がり具合に当たっていくんですね、うんうん、はい、ですからボールの下側にフェースが当たる感じですね。という感じなんですね。さあ、それでは放送席インタビューですね。丸山茂樹選手にインタビューエリアにお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。この大会初参加ということで、ファンからも非常に多くの歓声飛んでましたね。そうですね、はい。今日1日プレーされての印象いかがですか。やっぱ難しいコースだなっていう、練習ラウンドの印象は変わらず、自分の調子も悪かったんでね、余計感じたんでしょうけど、はい、
あのコースはやっぱタフですね。ですが、あの後半丸山さんらしいプレーもですね随所に見たような感じがするんですが、いかがですか。いや後半はダメだったんじゃないですかね、やっぱりボギーボギーダボスタートですからね、後半から、はい、やっぱり前半はなんとか頑張れたんですけどね、まあ、非常に残念ですけど、まあ、しょうがないですね、ゴルフですから。2日目以降に向けていかがですか。そうですね、もう必死、まあ、こうなればいい、必死で頑張るだけです。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。丸山茂樹選手でした。はい、そして今湯沢敏光選手がホールアウトしていきましたね。最後18番はパーで1アンダー22位。はい、湯沢選手の人気な姿もこの大会見たいですね。そうですね、でも湯沢選手もよくちょっと食らえた方じゃないですかね、頑張った方ですよ。あの練習日の時にはもう早めに帰りましょうなんてやってましたけどね。いえいえ、でさあ18番セカンド地点、今度はこの3人のセカンドショットになります。上井選手が、203ヤードですね、うん、で石川選手、178ピンまでです。池田選手と一緒ですね。しかし弾道の違いが本当に出て、それぞれの、まあ、作り上げてきたスイング、うん、まあ、それがそのティーショットドライバーショットに対する考え方がこう反映されてくるんでしょうね。そうですね、どうやるんだというね、はい、枝選手の場合はそういう意味ではある程度こうきっちり位置をキープする、はい、コントロールできるようなことを意識してくる、ということが言えるんでしょうかね。あのドライバー飛距離よりも方向性を非常に重要視してるなっていうのが出て、見えるんですけどね。石川選手もそのドライバー、まあ、スイング全般に関しては依然としてこう試行錯誤を続けながら前に行こうとしているという感じがありますよね、うん、はい、あの池田選手と石川君 の, あの比較っていうのはもう飛距離と正確さって、一方は飛距離を求めてる、一方は正確性を求めてる、もうちょっとこう全然ディスタンスが違うような気がしますね。両方欲しいんでしょうけどね確かにそうですよねさあ上セカンドショットです。グリーンが空きました。18番ピンが25ヤードですから、なかなか奥まで打ってない。そうですね、シチュエーションですね、はい、どこまで打てるかですね、はい、低く行った、おお止まるか、おお、これはうまい、これはうまいですよ。上げませんでしたね、なんか4番アイアンみたいな、少しアゲンストの意識がありますからね。さっきつま先下がりですから、つま上がんない、上がんない状態だったんですね、はい、むしろこれはしっかり上げてきました。うまいんじゃないかな、ピンの右サイド、これも素晴らしい。大体やっと、はい、今日アイアンショットがね、あの、うん、ライン出てますよね。こう一時昔 の, あれだろう、あの出てこないですけどね、なんか名前がこう、あ、伊沢くんね、あーはー、伊沢くんの切れ味によく似てる感じです。ありますね、これもいいですね。そうですか。止まり方は段の下ですね、これ。止まれ。噛み切れなかった部分に結果的にはなりました。これはフェアウェイとファーストカットの違いでしょうね。そうですか、はい。ショット自体は非常にいいです、うん、これタイプが違う若手、これから多分日本のゴルフ界をそれこそ背負っていく2人になってくれ、そう思いますね、リオという2人なんですけども、はい、違いがそれぞれあるだけにまた楽しいですね。面白いと思いますね、まあ、そうですか、伊沢のショット、はい、アイアンは伊沢の選手のあの成功の時のキレに非常にこうダブルところありますね。そうですか、あの構えてからこう決断を持ってポーンとするタイミングとですね、伊沢選手よりも今一つこう切れ味を鋭くしたような選手です。そうです、はい、さあ3人が18番のグリーンに上がってきます。
今日は初日です。初日に多くのファンが詰めかけました。彼らの組が33組になるわけで、あと11組コースには残ってるんですが、初日のプレー、大体こう全体の雰囲気は全体像が見えてきました。トップ5アンダーというのはもうおそらく変わらずに今日は1日目終わりそうです。その後4アンダーが2位タイで6人、3アンダーが7人、15位タイの2アンダーが7人と、まあ、この辺はたくさんいました。その中で石川遼が1オーバーできています。1オーバーは48位タイ、池田優太が3アンダーですので9位タイ、上井が65位タイ、まあ、中には出力ナンバーワンといわれる片山が今日は4オーバーと苦しい、それから星野がやはり4オーバーと昨年のチャンピオン苦しいゴルフになってしまいました。ベテランも上位で頑張る中で初日、今年最初のメジャー大会、18番ボールを置いて距離はまだ石川遼はありますね。そうですね、距離はありますけど、そうですね、距離感としたら、距離のタッチを出すのにはそんなに難しくはないと思いますね。上りなんで、まあ、でも嫌なパットになりますね。嫌なパットになりますね。まあ、ちょっと長くて難しいラインだったんですけども、ちょっと落ち着きました ね。ただ我々にとって彼にこうすごく魅力を感じるのは、何かこう先を恐れずにこう向かっていく、はい、そのたくましさというのは若さ感じますよね。ね、神バーディーばっかりになりました。今日は18ホールバーディーは来ませんでした。18番パー。今日はボギー2つのラウンド2オーバー67位タイ。明日はカットというのが選手たちにとってはこうクリアしていかなければいけないハードルになってくるわけですが、いわゆる61回までの選手がその第3ラウンド以降に進むことになるわけで、まあ、そこに近い順位からの明日はスタートになります。池田がね、16、17といいパーパットを入れてしのいできましたから、ご褒美がこの辺で来るかどうかですね。その確率は高いような気がするんですけど、ほとんど 本人はね、先ほどもまぐれだとか言ってますけど、まあ、今日の、ね、アイアンショットとあのいいパットのストロークしてますからね、まあ、最後気持ちよく打ってほしいです ね。入れると4アンダーにすると、はい、まあ、初日ですから、まあ、順位あまり言い過ぎるのもあれですけど2位タイです、ね、トップとは1ストローク差になりました。バーディーパット、ほんのストレートに近いスライスですね。ちょっと右に、ほんの少し右に来るか、来たか、あー、逃げた。
あんなに曲がるのかって言ってましたよね。ただ本当に決めてから早い。リズムよし、パッティングよし、スリーアンダー。もう実質的にツアーのシーズンとしては2年目なんですが、堂々たる存在感が出てきました。池田です。さあパーパットですね、石川遼は。打てない、そして左行きますからね。ちょっと微妙なラインですね。できなかった今年のこの大会、池田もパー。池田は3アンダー、石川遼1オーバーで初日のラウンドを終わりました。この組は明日も楽しみですね。そうですね、やはり、はい、最後のパーパットを振り返りましょう。よく我慢しましたね。まっすぐですね、中から行きましたね。まあ、順位的には48、9位という。